どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、12月の購入品をまったりと紹介したいと思います。2点購入したんだけど、ナイジェルケーボンのものですね。こちらとこちら、ビーニーウールとアーミークルージャージミックスの2点でございます。これはね、ナイジェルケーボンでは定番のアイテムたちです。ですので今回はね、このアイテムのことをね少し話しながら、コーデを2パターンお届けしてみたいと思いますので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では行ってみましょう。はい、まずはね、スウェットから、紹介していこうかな。とにかくね、何かスウェットが欲しかったんですよね、僕。というのはですね、私ヘビロテしているスウェットがこのトゥームーンの92022っていう形なんですけども、もうね、 YouTube だけの話もう毎日って言っていいほどにこれ着てるんすよ。ほんとね、着心地よくて、もう一個ね、買っちゃってもいいんじゃないかなともね思わせてくれますし、シャツや、ジージャンの合わせとかにもめちゃくちゃいいので、もう最近だとね、このデラックスエアのベストで合わせて着ていたりしていて、とてもね万能すぎて、とんでもなくヘビロテしてるんですけども、たださすがにねこれだけじゃまずいんで、トゥームーンじゃないスウェットをね探そうと思ったのが始まりです。で、私アメカジ以外のブランドで、ナイジェルケーボンが好きなので、このねナイジェルケーボンのものから、チョイスさせてもらいました。それがねこちらのアーミークルージャージミックスなんですが、私のチャンネルを見てくれている方で、ナイジェルケーボン好きな方っていらっしゃいますか？ちょっとね、ジャンルが違うので、もしかしたらね知らない方もいらっしゃるかもしれないので、一応ね紹介させてもらうんですけど、ナイジェルケーボンは、デザイナーであるナイジェルケーボン氏は、ヴィンテージのミリタリーやアウトドアウェアの世界的な有名なコレクターでもあり、デザイナーさんでもあります。ナイジェルケーボンというブランドは、自身が手掛けるイギリス初のファッションブランドになります。創設以来、一貫して、ヴィンテージクロージングや生地ディテールを駆使した企画で、洋服を展開しているブランドさんになります。なので、アイテムの空張りがカーキとかベージュが結構多めなんですよ。それがね、結構使用されてるのが目立っていて、特に特徴的かなっていうふうに思います。で、そんな中ね、制作されたこのスウェットは、チャコールグレーではあるんだけど、これも、ちょっとね、アイテムの紹介したいんですが、英国軍ですね、イギリスの軍がトレーニングウェアとして使用していた、スウェットがベースになった企画で、もともとね、これ見てほしいんですけど、このようなデザインのものがあったわけではなくて、右身頃が1930年代で、左身頃が1940年代のディテールを再現していて、それをね中央でつなぎ合わせた斬新なデザインになります。ディテールをねちょっと少し見ていきたいんだけど、よく見ると右と左のリブの長さが違ったり、セットインスリーブとラグランスリーブだったり、全てがね対称ではないんだよね。このねディテールたちがさっき言った年代によって、違うらしく、混ぜ合わせてることでナイジェルケーボンの、オリジナルのデザインになっています。加えて、あと縫製の部分、これねトゥームーンでも使ってるんだけど、フラットシーマミシンを使用して、さっき、これですね、これ着ているトゥームーンの92022も同じ縫い方でやっていて、このように布と布を突き合わせて重なりを排除して縫製目を軽く薄く仕上げる手法のことをフラットシーマというらしいです。できるだけね、人体にストレスを与えないようにも考えられていると聞いたことがあるので、そのようなミシンを使用してこのスウェットも作られています。見た目はね、デザインはねシンプルなんだけど、よく見たらね、この左右不対称で変化のあるスウェットなので、おしゃれじゃないですか。1枚でも着てもいいし、インナー使いで合わせた時のね、多分この表情がね少し見えると思うんで、このスウェットをねチョイスさせてもらいました。
はい、続いてはこちらのウールビーニーですね。まあ、毎シーズンと言っていいほどに、まあ、この形の企画って、まあ、発売されているんですよ。季節によって、まあ、使っている糸の種類が、まあ、麻だったり、まあ、ウールだったりするんだけど、同じ形ではありますが、まあ、違う素材だからね、形状もね、少しまあ違って見えるのかな多分、まあ、これもね、また面白いところかなと思います。で、今季のこれのニットに関してはスーパー120、このウールでスーパー120のものを使用しているらしいです。まあ、そのスーパー120っていうのは、まあ、この数が数字が大きければ大きいほど、まあ、上質な生地として、まあ、認識されているみたいで、まあ、ウールの世界基準規格としてスーパー120というような表示をしているみたいです。まあ、これはね、繊維の太さを合わせていて表していて、まあ、繊維が細ければ細いほどシルクの細さに近づくとされているそうです。まあ、ですので、そうした生地はね、滑らかで上質ということになるそうです。まあ、ただね、上質なのかどうかは羊のね、またどこの部位から毛を採取しているかにもよるらしいんですよ。まあ、ただね、これはこの話は上質の中の上質の話だと思うんで、そもそも上質なウールを使用していることに、まあ、変わりはないと思われます。またね、130とか140とかになると逆にね、耐久性が落ちてしまうらしいので、ナイジェルケーボンはね、このスーパー120を使用しているそうです。まあ、そういったことを知りながらですね、この帽子を触ると、まあ、肉厚でしっかりとした生地感の印象ではありますが、だからといってね、なんかすげえ硬いっていうわけではなく、こうやってね、結構ね、伸縮性もあるので被りやすい生地感になっていると思います。あのね、いつかはね、この形すごい本当に綺麗な形、いい形してるので、一つはね、買いたいなって思っていたので、やっとね、今年買えた感じでございます。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ゆるっとかな購入品紹介させてもらいました。皆さんはですね、どちらのコーデがかっこいいというか、まあ、気に入ってもらえたでしょうか。まあ、もしよかったらね、コメント欄に残してもらえると嬉しいです。で、過去にも購入品紹介してます。最後のね、再生リストに表示させてますので、お時間ありましたらぜひね、そちらもご覧ください。またこの動画に対してグッドボタン、チャンネル登録もしてもらえましたら、私のモチベーションにもつながるので、ぜひよろしくお願いします。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。